おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、最終章を続きやっていきたいと思います。前回ね、このダミーズたちと出会いまして、一人一人、お話聞いていこうっていうところなんだけど、もうすでにね、ここのフロアマスターである、ママがね、もう逃げ出しちゃったところなんで、まあね、この子たちが、味方であってくれることを祈りながらお話聞いていこうかなと思うんですけども。でね、ちょっとシリアスなシーンになってきたら、ちょっとママっていう名前をやめて、緑っていう名前に戻そうとは思ってるんですけど、ちょっと面白い部分までは、ちょっとママのままで進めようと思っています。よろしくお願いします。では、じゃあ、最初に、そうだな、車田さんから聞いていこうかな。お前が指導員さらねえ。何かおかしいですか、車田さん。そりゃな。だって高校生じゃん、ただの。よく生き残ってると思うぜ。純粋にすげえよ。うん。ギリギリです。仲間のおかげです。多くの犠牲があった。そうだな、仲間のおかげ。ギリギリ。仲間のおかげです。助け合った仲間のおかげです。仲間。はい。まあいいわ。それが正しかったからお前は生き残ってるんだろうしな。あった。それより教えてやるよ。このフロア、怪物が潜んでるらしいぜ。怪物ですか？正体は人形かなんかだろうけど、武器がねえと悲惨だぜ。お前喧嘩したことあんのか？さすがに暴力を振るうような喧嘩はないです。じゃあ、ペアの白モサ野郎に頑張ってもらえよ。キスでもしてやれば死ぬ気で働くんじゃね？車田さんって結構なんか、喋ることをチャラチャラしてんね。まあ、見た目通りか。いえ、誰かが死ぬ気で戦うなら、私も死ぬ気で戦います。なるほどね。面白いわ、お前。あー、なんか認められたみたい。よかった、嬉しいな。じゃあ、舞ちゃんだっけか？やー、サラちゃん！一緒にお話ししてくれるの？お話というか、情報を。3サイズ？いや、知りたいです、私。いえ、デスゲームに関することを。いや、私は知りたいです。サラちゃんの好きなタイプを教えてくれたら、教えてあげるね。ジョー君、刑事さん、ワンコ系です。強い人、優しい人、考えつかない。優しい人かな。やっぱり、優しい人とか？わかるわかる！大事にしてくれる人が、結局一番だよね。はい。でも、優しい人はここでは生き残れないよね。気を悪くさせたらごめんね。情報が聞きたかったんだよね。私たちに関することなんだけど、本物は最初の試練で死んじゃったの。知ってるよ。犠牲者のディスクとかビデオとか見たからね。死の瞬間を撮った犠牲者のビデオってやつを私たちは見せられたんだ。正直ね、許せないんだ。こんなことさせられて。だからね、私も頑張るから、サラちゃんにも力を貸してほしいの。お願い。はい。ありがとう、サラちゃん。ペアじゃないけど、頑張ろうね。ああ、疲れる。私、この舞ちゃん読んでるとき、ずっと手をさ、こう、ギュッてして、こう、フリフリってしながら喋ってます。動きが疲れる。じゃあ、ペアちょっと最後にしようかな。このメガネ。いや、サラさん。早坂さん。私のことをご存知ですか？何か知ってますね。ご存知なんじゃない？だって、指導員サラが憎いぜみたいなことこの人言ってたよね、確かね。殺してやるみたいなね。私のこと、ご存知ですよね。何のことだか。このデスゲームについて何か知ってるのでは？君は僕の犠牲者のビデオを見たね。考えてごらんよ。私は本物の早坂じゃない。そっくりに作られた人形だ。組織に不都合な記憶が残ってるわけないだろ。いやー、こういうやつに限って残ってるんですよ。絶対覚えてますよね、早坂さん。ちょっとなんかメガネ曇ってるように見えますよ。どうですか？そうですか。分かってくれて嬉しいよ。じゃあ、私はこれで。完全に怪しいな。サラちゃんにも分かってるみたい。で、ノエルが服をひっぺがしてた子だよね、多分ね。あなたがサラね。あ、ああ。え、仲良くしようよ。同じ年くらいでしょ？うん、さては、この服装で判断してるでしょ。変なやつだって。それは、そんなこと思ってない。確かに変な服だ。フードに見覚えがある。これだね。そのフードに見覚えがある。整えるとかいう人形のやつでしょ。ひどいよね、あいつ。私の服ひっぺがして着てたんだよ。説明難しいんだけど、私ね、学校外でピエロみたいなことやってて。ほら、こういうのしてイベント出てるんだ。おー、なんかめちゃ怖いよ、この仮面。すごい。顎のシワがすごい。怖い仮面だな。だから引かないでね、本当に。それより何か情報はある？もちろん。他の人に聞いてもらえる？うん、忘れてしまったのか。で、あれか。そう、ずっと考えてたんだけど、このひなこちゃんっていう子だけ見たことないなって思ってたんだけど、あれかも、ノエルがさ、つまんねえやつとか言ってた、やつ、じゃない？首吊りしちゃった子ってさ、足元しか見えてなかったよね。その子がひなこちゃんだったりするのかなって思ったんだけど、違うかな？どうも、サラ先輩。先輩？そういうの嫌？私から見れば高校生は大人だからね。好きに呼んでくれればいいさ、ひなこ。よろしくね、サラ先輩。話が通じそうな人で嬉しいわ。そうだ、一つ情報を伝えるね。私たちがサポート役に選ばれた条件は一つ。あなたたち生存者に一度も接してない死亡者。最初の試練で死んだのは8人って聞いたから、2人は生存者とすでに面識があったってことね。あー、カンナちゃんの姉ちゃん。と、あれか、刑事さんの上司だね。カンナの姉と笹原めぐみか。もう一つ大きな情報があるけど、まだ言えない。え？全部手の内をさらけ出すと手駒にされちゃうでしょ。利用されるのって嫌いなんだよね。利用ってそんなことない。そんなことしない。仲良くなりたい。バレたか。仲良くなりたいはちょっと綺麗事な気がするし、そんなことしないも別に初対面だから信用はされないと思うから、もうバレたかくらいに言っときたい方がいいんじゃない？バレたか。下手くそな演技ね、サラ先輩。いつか信用できた時に教えてあげる。あー、なんかいいキャラだわ。ひなこちゃん結構好きかもしんない。じゃあ最後、あれだね、サラちゃんのペアの、名前忘れましたけど、ランマルくんで合ってる？ランボルギーニみたいな名前してたよね、確かね。覚え方よ。あ、ランマル合ってるわ。サラって呼んでいいよな。それは、もちろんだ。指導員さんと呼んでほしい。サラ様と呼んでほしい。サラちゃん今回ふざけ散らかしてんな。どうしようかな。いや、指導員さん、サラ様。サラ様かな。サラ様と呼んでもらっていいか？おかしいだろ。主従関係が生まれてんじゃねえか。さすがに難しいか。さては、俺がチビだからって舐めてんじゃねえだろうな。それよりも何か情報はないのか？ある。俺たちが繋がってる首輪の赤い糸だけど、ペアのやつとある程度離れると首輪が起動して首が飛ぶぜ。ええーある程度離れるとってどれくらいだろうね。さすがに、トイレとか入るときとか大丈夫だよね。お風呂とかも大丈夫だよね。ねなんかそういうさ、プライベートに関わるところでも一緒にいなきゃいけないってなったら、ちょっとね、サラちゃん気にしちゃうんじゃないかな。なんだって?まあ、それはサポート側だけだ。サラの首輪が起動することはねえよ。じゃあある程度離れちゃったら、ペアの子が死んじゃうんだ。まあ、人形だから死んじゃうっていう表現が正しいかわかんないけど、壊れちゃうのか。蘭丸の首輪だけか。だから、あんま離れないでくれよ。好き嫌いは抜きにしてさ。もう私結構好きよ。わかった。で、これで全員の話聞いたけど何ですか?何の音だ?ったく。早速来ちまったみたいだな。あれか、車田さんが言ってた化け物ってやつ?ん?怪物が襲いに来たってことだよ。どういう怪物?あ、お礼ポップアップという名の怪物でしょうか?あ、はあ!あー怖いあ、そっか、生き残ってる人たちだけ上になって、あと、下がサポート側のダミーズになるんだ。そっか、確かにな。もう犠牲者側の方が多くなってたもんな、前のタイプだと。これが怪物。その通りだ。大将を間違えると死ぬぜ。無茶言うなや、ヤンキーゴリラ。こんなのと喧嘩なんかできるわけないわ。確かに、まともに相手してどうにかできるとは思えない。知恵を絞ればいい。みんなで考えて意見を選択して追い払えばいいの。話し合えば弱点が見つかるかもしれないぜよ。わかりました。きっと何か撃退する方法があるはずだ。怪物はこちらをただ眺めている。なんかこのバッテン印弱点っぽいけどね。そうか、光ってる人に話を聞けばいいから、とりあえずひなこちゃんかな。武器があれば戦ってあげてもいいけど。ちょっと待て。こんなもんとりあえず、拳でぶん殴っちまえばいいだろ。いや、めっちゃ一人一人さ、このカットインがさ、かっこよすぎるんだけど。で、サラちゃんは?ああ、いいねいいね。どうしようか、セーブしまーす。で、早坂さん、あなたは?何か武器になるものがないか探してみよう。じゃあこれと、このひなこちゃん組み合わせるはありかもしれないね。早坂さんのこれもいいね。一人一人の立ち絵が。あ、かっこいいね。刑事さんお目目赤い時ってさ、あれだよね。デビルモールだよね。相手を観察してみた方がいいかもしれないね。で、九太郎さんは?体を掴んでぶん投げてやるぜよ。いやー、ちょっと物理的すぎるかな。で、銀くん?周りに何かないか嗅ぎ回ってやるにゃん。なるほど。ね、今の状況は?怪物はこちらをただ眺めてる。なるほど。はいはいはい。すごいいいカットイン入るな。どうしようかな。そうだな。銀くんに頼んでみようか?何かないか嗅ぎ回ってもらおうか。お、あ、かわいいかわいい。みゃ、みゃおみゃおワン。部屋の壁に火のついた棒がかけてあるにゃん。壁掛けのかがり火か。火のついた棒を手に入れた。いいねいいね。武器にするには心もとないけど、近づいて隙をつけば、あいつを燃やせるんじゃない?なんか暴力的だわ。怪物は品定めをするように周囲を見渡している。あ、攻撃対象を決めようとしてんのか。何見てやがる。あ、レッコさんこういうお化け系とか暗いとことか苦手だったよな、そういえば。で、武器になるものになるかどうかわかんないかがり火を見つけているけども、これを可燃物のもの、可燃物なのか?骨だからな、可燃物じゃないんじゃないか?拳で殴るはちょっとまだ早い気がする。ちょっと待てよ。じゃあ、刑事さんにちょっと観察してもらおう。あー、かっこいい!刑事さんは相手の様子を隅々まで観察した。体の表面の赤い部分から、バチバチ音がするね。どうやら電気か何かで覆われている。触るのは危険だ。紫色の骸骨部分は鎧か何かかな。触っても大丈夫そうだね。武器を探すか鎧を破壊してみるしか対抗はできないかもね。なるほど。怪物は早坂の方へ振り向いた。怖い。見つけた。見つけた。なんだか嫌な予感が。いやー、まずいな。ってことは、ちょっと、ひなこちゃんにお願いしてみようか。武器があれば戦ってあげてもいいけど。あ！ダメね。あの鎧には火は効かないみたい。鎧をなんとかしないとな。しまった。怪物から不敵な笑い声が聞こえる。あ、怪物は早坂に襲いかかった。冗談じゃない。早坂はみんなの背後に回り込み危機を回避した。やーなやつ。武器になるもの探してくれじゃん、早坂。頼んだぞ。うろちょろ、うろちょろ。なんかあった？運がいい。暗闇に長いシャベルが落ちてたよ。長いシャベルを手に入れた。つーか、あいつがわざと用意しておいたっぽいよな。いいじゃん。ありがたく使わせてもらおうか。怪物は今度、アンズの方をじっと見てる。お前だ。お前だ。何？気味悪いよ。じゃあ、頼んだよ。ひなこちゃん頼んだよ。えい、かっこいい！お、鎧が割れた。はい。こんなもんでいい？シャベルで兜を破壊するなんて、すごいね、君。さすがに腕がジンジンしてるけど。で、使い、うわー、怪物はアンズに襲いかかった。お、ちょっと誰か助けてよ！手を貸して！助けたいんだけど、あとはどうしたらいいだ？体を掴んでぶん投げるは危険。こんなもんとりあえず拳でぶん殴っちまえばいいだろう。助ける。ちょっと待ってよ。火のついた棒。可燃物。拳でぶん殴っちまう。助ける。とりあえず助けようか。あ、かわいい。キャーサラは怪物に掴みかかった。大丈夫？ダメだ。私の力じゃすぐに振り払われる。お願い、持ちこたえて。怪物は押さえつけられていた手を振りほどいた。どうする？ぶん殴っちまう。体を掴んで投げる。拳でぶん殴っちまおう。頼んだ。お、どうだ？くそが。こいつの鎧、拳でぶん殴ったくらいじゃ壊せねえぞ。大丈夫ですか？怪我しちゃったんじゃ。もう相棒気取りか？ガキに心配されるほど軟弱じゃねえんだよ。しまったな。怪物はアンズと取っ組み合いになっている。やめて、やめてよ。頼んだ、九太郎さん。体を掴んでぶん投げてやるぜよ。お、来た来た来た。どうだ？ああ、はげたね。よし、銅を守る鎧を破壊してやったぜよ。ナイス。やるじゃねえか、プロレスラーのおっさん。野球選手のお兄さんぜよ。いいから次の策を考えるべや。で、あ、体の色が変わった。チャンスかもね。おいっぱい。あー、怪物は暗蔵を持ち上げ棺桶に閉じ込めた。まずいですよ。ちょっと出してよ。まあ一応怖いからセーブしましょうか。これ、アンズちゃん死ぬエンドある？もしかして。まずいね。で、よし。俺も黒闇に紛れてあいつの足を引っ掛けてやるよ。いい案だろ？ちょっと待って。で、九太郎さん頼もしいので、もう一度頑張ってもらうのはどうかな？で、カンナちゃんは？カンナなんだってやります。背後からかがり火の炎を使って火をつけます。まあ、火つけるが一番いいんじゃないかなと思う。鎧があったら火は効かないって言ってたよね。はい。怪物は火に警戒している。これじゃとても近づけないです。おい、無理させても結果は出ねえぞ。手駒はしっかり使えよ、サラ。手駒なんて言い方やめてください。やばいな。怪物は棺に向かって両手を上げた。あお。これ、アンジュちゃんごめん。アンジュちゃんごめん。間に合わんかったな。ちょっと待って。何を？いや、BGM 止まっちゃったよ。あ。ちょっと、出してよ！は。棺が恐ろしい怪力でぐちゃぐちゃに壊されている。くそ、おい、アンズ、マジかよ。まずいぞ。今度は我々の方に。怪物は立ち上がり、暗闇の向こうへと歩き始めた。もう襲ってこないわ。ママが向かった方向へ消えていった。緑にしようかな、もう。一人壊したら満足って言ってた。そうなの。あの子はどうなったんだ？棺を見りゃわかんだろ。スクラップだ。死んだ。あはっ、ハンズちゃん！彼女はあんなに苦しそうに。あの怪物、一体何者なんだ？妨害者。私たちの目標を邪魔する人形だよ。今みたいに命を狙ってくるらしい。冗談じゃねえぜよ。ここに来て突然暴力に対抗しろっちゃか。だから協力するんだろう。俺たちが有利なのは人数だけだ。全員が知恵を出して、時には誰かが体を張る。これしかないんだ。手を組もうぜ。サラ。本当に、信用していいんだな。俺たちだって、死にたくねえんだよ。目の前でアンズがこんなことになって、正直まだ、混乱してる。死の恐怖は、誰よりも分かってるつもりだ。信じてみても、いいんじゃねえのか。九太郎さん。俺は、偽物のレコのことを思い出しちまうんじゃ。こいつらもきっと、ただの作り物なんかじゃねえ。生きてるんだ。残酷な話やけどな。ま、いいんじゃないかな。人数が倍なら、戦力も倍さ。そういうことだ。物事はシンプルに考えようぜ。今は疑っても仕方ないか。つうことで、よろしくな、サラ。ああ、よろしく。よーし。とにかくまずは、ママを追ってみようか。あー、これアンズちゃん、アンズの入ってた棺は完全に破壊されている。すまない。マジ？結構こんな簡単にやられてっちゃうの？ちょっと一回助けられるかどうか試してみてもいいですか？ちょっとファイル5にセーブして、ファイル4に戻ってみますので、ちょっとお待ちください。てか、レコさんの話聞いてなかったな。シャベルを貸してくれ！弱点めがけて、私が投げつけてやる。いや、暗闇に紛れてあいつの足引っ掛けてやるよ、いい案だろうじゃない？ランマルくん、頼んだ。どうだ？怪物はバランスを崩し転倒した。いいね。本当にうまくいったぞ。自分でやっといてビビってるじゃねえか。うるせえな。役に立ったんだからいいだろう。で、怪物は無防備に起き上がろうとしている。ここだ。ここでカンナちゃん頼んだ。かがり火来た来た。胸の赤い部分気になるね。で、怪物は起き上がった。じゃあレコさん、シャベルを貸してくれ。弱点めがけて私が投げつけてやる。頼んだ。どうだ。よし、危ねえ危ねえ。てか一回殺しちゃったけどね、あんずちゃん。ってことは結構分岐する？もしかして。すごくない？あんずちゃんが死ぬか死なないかでも分かれてるってことでしょ？やばいな、これ。これでもう、起き上がってこねえはずだ。怪物を破壊した。よーしよしよし。助かったわ。ありがとう。肝が冷えたぜ。この怪物、一体何者なんだ？妨害者。私たちの目的を邪魔する人形だよ。今みたいに命を狙ってくるらしい。絶対に一人壊すまでは満足しないって言ってた。そんなこと言ってたか。舞ちゃんはあれか？怪物の言ってることがわかるってことなのか？冗談じゃねえぜよ。ここに来て突然暴力に対抗しろっちゃか。だから協力するんだろ。俺たちが有利なのは人数だけだ。全員が知恵を出して、時には誰かが体を張る。これしかないんだ。手を組もうぜ、サラ。本当に信用していいんだな。私たちだって、もうあんな目に会いたくないんだよ。死の恐怖は、誰よりも分かってるつもりだ。信じてみても、いいんじゃねえのか。九太郎さん。俺は、偽物のレコのことを思い出しちまうんじゃ。こいつらもきっと、ただの作り物なんかじゃねえ。生きてるんだ。残酷な話やけどな。残酷か。まあいいんじゃないかな。人数が倍なら、戦力も倍さ。そういうことだ。物事はシンプルに考えようぜ。今は疑っても仕方ないか。つうことで、よろしくな、サラ。ああ、よろしく。よし、とにかくまずは、ママを追ってみようか。こうなるんだね。なるほど。これはちょっと4番にセーブするのと5番にセーブするので分けておこうか。ちょっと忘れちゃいそうですけど。じゃあ今回はこれで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。とりあえずママを追ってみるところから始めるんですけど、最初から結構ポン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 人が危険な目に遭うみたいですね。これはちょっとせっかく増えた仲間ですし、偽物のレコさんみたいにやっぱり生きてる、人形だとしても生きてるわけなんで、できる限りはね、みんな生存できるように、そういう道をね、選んでいけたらなと思っています。ということで、また次回、おつぴよでーす。